ドロシー・キャサリン・フォンタナは、アメリカの脚本家であり、SF テレビシリーズ、スター・トレックの仕事でよく知られている。最初は、ジーン・ロッテンベリーの秘書を務め、1966年から1968年にかけて、スター・トレックのオリジナルシリーズである、宇宙大作戦に参加した。宇宙歴、元年7.21、宿敵クリンゴンの出現、惑星、 オディオンの侵略のような記憶されるべきエピソードを書いている。また、彼女は1987年には、新スタートレックの第1シーズンパイロットの未知への飛翔、1993年には、スタートレックディープスペース9のエピソード、強制結合体生物、トリル族も書いている。彼女は漫画宇宙大作戦において唯一スタートレックの生死に組み込まれているエピソードである。 タイムトラベルの脅威を手掛けた。また他の SF ドラマの仕事としては、1974年の600万ドルの男、1995年のバビロン語、1997年のアース、最後の戦いなどを手掛けている。彼女はまた子供向けの番組にもクレジットされ、1983年には HE、 マイアンドザ・マスターズ・オブ・ザ・ユニバースのエピソードバトル、キャットを書いており、1996年には、ビースト・ウォーズ超生命体トランスフォーマーにも参加している。またテレビドラマ、ダラスにも関わった。フォンタナはまた J. マイケル・ビンガムというペンネームも使用した。TNG の、未知からの誘惑ではこの名前で、ジョン・ D.F. ブラックと共にクレジットされている。ブラックはこの話の元となった。 トスのエピソード魔の宇宙病の脚本家である。2005年3月にはインターネット上のファン作品であるスタートレックニューボイジーズに彼女がトスでウォルター・ケーニックが演じたチェコフを出すエピソードを書くだろうと発表された。バセズラ・ソフトワークスはフォンタナがデレク・チェスターと共にスタートレック・レガシーとスタートレック・タクティカル・アサルトの原案を書いたと発表した。 d s q の制作者は、第6シーズンのエピソード、夢、遥かなる地にてで、ナナビジターが演じた、SF 作家 KC ハンターの性格はフォンタナに影響されたものだと語っている。フォンタナの名前は単名に終わった SF テレビドラマザ、ハイウェイメンで、ティムラスが演じたキャラクター、DC モンタナに使われた。なお、ティムラスは、スタートレック、ボイジャーで、トゥボックを演じている。 ありがとうございます。